はい、皆さんこんにちは。今日は YouTube のマイページの部分でこのチャンネル紹介動画の設定の仕方がわからないという方が多数いらっしゃいましたので、このチャンネル設定、チャンネル紹介動画の設定のご説明をさせていただきます。まあ、このページなんですけれども、ちゃんと設定していなかったらこんな感じでダラーっと下に動画が並んでるだけになります。で、ここの設定のちょうどこちらですね、こういった風に、ユーザーの方には見えているというふうになっているんですけれども、このページの設定の仕方なんですけれども、まずご自身のページのマイチャンネル、左上のこのマイチャンネルというところをクリックしていただいて、このページになると思います。それでチャンネル名の右側のところにこの鉛筆のマーク出てくると思います。この鉛筆のマークをクリックしていただいて、このチャンネルナビゲーションを編集をクリックします。するとこのチャンネルナビゲーション一覧ビューではコンテンツの表示をカスタマイズできます。これを有効にしてください。有効にしましたらこれを保存します。保存すると保存するとこのページが出てきて、一回ここはもう登録してしまってるんでなるんですけど、動画を選べるようになります。で、動画を選んでここにどの動画を持ってくるかっていうのは選べることができます。もうすごく簡単です。このマイチャンネルからチャンネル名の横のクリックして、チャンネルナビゲーションを編集を押していけばすぐできますので、ぜひやってみてください。すごく簡単です。